はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、アサシンギルドのイベントをやろうかなと思い、南エスタミルに来ましたらシェリルがいたんで、ちょっとこっちに話しかけましょう。最初は私に構わないで。不幸予防な更新された。私に構うとあなたが不幸になるからやめて。これだけで終わりかな。ちょっとプレイヤーノート見よう。南エスタミルで会った。はい、じゃあお願いします。一杯飲んでく？あんた仕事やる気はないかい？ちょっとやばい仕事なんだけど。そのやばい仕事を受けに来た。それじゃあそこのお客さんと話してみて。黙って俺についてきな。クジャラート人が小さな部族に分かれて争っていた頃、影の支配者だったのがアサシンギルドだ。奴らはその名の通り暗殺者の集団で、力と恐怖でクジャラートの人々を支配していた。300年前、クジャラートが一つの国になった時、アサシンギルドも壊滅させられた。だが今になって奴らが復活したんだ。奴らは裏の世界も表の世界も人殺しで仕切るつもりだ。俺たちも戦っているんだが力不足だ。強い助っ人が必要だ。そこで耳にしたのがあんたの活躍だ。あんたの腕を見込んで頼む。協力してくれ。非常事態だ、いいだろう。ありがてえ。ここにあるものは自由に使ってくれ。頼むぜ。それもありがたい。3000円、金は必要だ。超毒、違う激毒超回復って何やね。この町の本当の支配者は俺たち盗賊ギルドだ。強戦士の薬、耐熱手袋、技術強化の劇薬。まあ金が入ってたからいいかな。とりあえずは薬系だよね。大幅に回復するけど副作用で毒になる。術が使用できなくなる。あ、これは別にって感じだな。あ、これ気絶しちゃう系か。気絶しないやつがよかったな。よし、じゃあ外に出てアサシンギルド行きますか。あれ、これどこ。よし、やっと出てこれた。で、あれ、アサシンギルドの話ってどこで聞くんだ。南エスタルタルミッタ。パブとかで聞けんのかな。いないな。あれ、誰から聞くんだ。ちょっとわかんねえ。そうか、南エスタミルで寝るんだ。いらっしゃいませ。お泊まりですか。高い部屋でいいや。死ね。そうだ、こいつが来るんだ。で、ウコムの矛をちょっと使ってます。まあ、3あるから陣雷も1で済むね。まあまあサクッといきましょう。こいつはさよなら。お前は何者だ。ギルド万歳。痛いよ、死にたくないよ。なぜ襲ってきた。タルミッタの西に。アサシンギルド行きましょう。で、これは光の方向に行けばいいんだよね。どっかで光の方向と逆に行くと宝箱が取れるっていうのがあるけど、ちょっとわからない。弾き
クムの矛城塞とはちょっと合わないな。ディフェンスモードだからね、基本的に。でウコムの矛は多分自分ディフレクトもないし盾も使えないからちょっとディフェンスモードとの相性がめちゃくちゃ悪い。強い敵が出てくると嬉しくなるね。あれこいつ勝手な、何使っていくかな。ちょっと二段突きいこう。派手にやろう。技を覚えたね。ウコムのココア使っていく。攻撃力自体は高いからね、なんかいい技を覚えればそれはそれでいいんだよ。スタジオでもみんな勝て。いやちょっとまずいか。使うか陣雷、その力をお見せいたしましょう。これが神の雷、命を削ってやる。確実に1減っちゃうからちょっとチャージ。僕何気に鬱陶しい。攻撃1100、大木がやっぱり弱え。切り替えよう、切り替えようって言ってもなんかある骨砕けにするから、こいつら骨なさそうだけど。骨に、あやばい、誰か落ちたか、落ちてないか。みんな生きてる。毒最後に落ちる可能性があるからね。戦闘終了と同時に ノーコストで全体技が、あやべ1減る。やめてくれ。いや200、500か、それは死ぬよ。高銃の殻、それなりに高く売れるんだよね。どっちだ、先手一応取れたらなんか死んねえけど。瞬足ね、覚えたんだな、そういえば。天狗橋にもでも普通に行けるか。前線が3人いるから前線4人いた方がいいかな。結構攻撃が集中しちゃうね。確か右だった気がする。超いっぱいいる。逃げろ。でさらに強いやつとは戦いたくないんだけどな。1600で死なないんだ。いや使いね、チャージ。やばい、愛者狙われて危険すぎる。オッケー。やっぱり術だけだと体力全然上がらないね。体力と腕力、あれどっちだこれ。今度はお前の番だ。手前っていうケースもあるからね、ちょっと手前を見てみる。誰も死なない、もはや。このパターンはまじ陣雷使うべきか、
あのレイも使うべきだな。いや、やべえやべえやべえ。ちょっとガチでいこう。陣雷。アロレイン使おう。あれ、アロレイン、痛めからもう使えるのか。ショックだ。いや、もったいなかったけど、しょうがない。あれ、ちょっと待ってね、これどっちだ？ワールドマップに来ちゃってるんだ。え？右か。リターンマッチだね。何のリターンマッチ？力屋しかないな。あれ、そういやさ、こんな扉だったっけ。なんか手に吸い込まれる扉とかじゃなかったっけ。まあいいや。あ、リフレクトできるわ。自分リフレクトはあるのか。なるほど。じゃあまあまあまあだな。あれ2弾みたいなのやなかったか。俺何した。あ、2弾塗ってるわ。あれ2弾っていつ覚えた。お、BP 上がった。ちょもう早いよこいつら。出たー。行くか。行きや。コネックだこ。うん、まあ、これだろうな。さすがに。お、ヘビーザーボタン。よし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 。これはでかい。マジででかい。リフレクトした。こう。もう打てねえや、2だ。で、影矢はまだ打てないか。ちょっと癒しの水で。あ、癒しの水って2なんだ。そもそもが。あ、変幻術でやればよかった。固定にしてしまった。変幻術だと打てないか。200。よし。VIT を下げた。15回めちゃくちゃかかるな。初期値が高いキャラじゃないとちょっといけないな。アイシャそろそろまずくないかな。10砲とかよくわかんない。出た2だ。でもアイシャ400はいってるか。ヤシャ横断使おう。そろそろきつくなってきた。あ、倒した。上がるね。虫。強い敵が出てくると嬉しくなるね。どうする？今いくつ？6か。一回使っちゃおう。意外に減ってた。思ったより減ってた。一番いいの何なんだろうな。ブレードロール用に片手をの装備してるけどさ、ちょっといい技がないから。両手体験強いやつ買う？派手にやろう。火力用に。ですです。ちょっと陣内でやべえ。また LP が持ってかれた。え、結局いくつになった。3とか結構やばい。危険水域だな。あれ、これ手前か。で、左か。これはよし、引っかかってくれた。引っかかれ引っかかれ。強いね。いや、こういう時、いや、逃げよう。煙玉めちゃくちゃ役立つわ。
って上か。魚引っかかれ。戦いたくない。その魚としかこいつも厄介だな。いやー、3チェインした。強すぎる。避けた方が本命だ。チャージでいこう。変幻自在15。あ、あと1あれば使えるな。リフレクト。それなんだかんだ長剣使ってねえわ。今長剣使いが誰もいない。コリキア、こいつだか。ハイパーハンマー、ハイパーハンマーも覚えるんだ。ダイアリだから殴る系も覚えるんだな。スカッシュ、いろいろ覚えてくる。死ぬなよ。甲銃の殻、ちょっとここ終わったらお前売っ払うって言ってた。ここがアサシンギルドの本拠地なのか。そう、ここはこの世の楽園。外の世界は間違っているの。私たちは世界中を楽園にするために戦っているのよ。さあ、あなたも楽園の住人におなりなさい。確かに世界は間違っている。だが楽園などどこにもないんだ。お前も間違っている。そう、これはなんてね、いきなりモンスターになる。人雷使おう。あ、人雷があれになってる。技を覚えたからだから、やっぱり技を覚えていくと減るわ。これ絶対 LP 消耗するかどうか、なんていうの、絶対 LP 消耗するからするかどうかに変わった。これはかなりでかい。クイックチェッカーって全員だっけ。ちょっともう全員系でいこう。ブレードロール、サイコブラスト。こいつがあれないんだよな、演武剣が。7だと使っちゃうから、フォークブレードだな。クイックブレード、人雷の力。何やんな。やばいやばいやばい、クレイはやめてくれ。クレイはやめて。LP がないんだよ。神に奉仕し、神に愛された者だけが時に奇跡を目にすることであろう。これこそ神の恩寵である。暗示に光人って何。あれ、なんか回復した。 LP が回復した。やった。ただ人雷使えねえんだけど。二段付きグレーとかマジ少ねえな。回復量が4とか。一回普通につこう。でアローレイン使って、まあ、ブレードロールサイコブラストからの変幻自体まだ使えねえや。古典でいいや。安定の古典。何とも高えなこいつら。攻撃力はそんなに高くないんだけどね。人雷せっかく回復したんだ、使わせてもらおう。アローテ、人雷、なかなかだな。ウコムの矛、何がある。スカッシュって9なんだ。ファストがかかってるからか。ハイパーハンマー、何が強い。中なら違う、7か。瞬足が使えればな、全然瞬足でいいんだけど、使えん。とにかく車輪撃、電光石火でいくか。ファストエッジ決める。123。あれ、車輪って3回攻撃だったっけ。知らなかった。
232。ありさめのアサシンギルドではこの程度のことしかできぬか。貴様が暗殺者たちを操っていたんだな。クジャラートを混乱させる計画失敗だな。貴様何者だ。おい話を聞け。虫けらがちょろちょろするな。生かしておいてやる。ありがたく思え。いやもうすでにミニオン一人倒してんだけど、力が段違いだ。アサシンギルドを壊滅させたと。あとやるの何がある。ジュエル1100か。それなりに溜まってんな。帰るか。ちょっとお買い物をしましょう。モーグレイが欲しい。34両手体験これだな。7800円だから買えるは買えるか。でこれをツバイと変えて34。フランシスカが31か。ウコムが40だからな。大地の剣が36。30台はあるか。だからちょっとフランシスカ若干弱めなのか。49は異常だよな藤娘。であとまた売るか。カットラとかいらないよね。待ってこれとこれとジャンクソーでない。もうナタもいらねえなこれ。フランシスカちょっと1個持っとこう。錆びたこととか何もやってねえし。レイジの杖いる？いらないな。レイボクか。バトルスタッフもいらなくね。これもいらないっしょ。ハープーン。弓もトビいらないし。で、あ、スマートガード回避性の25はいいな。大盾は確実にいらない。ライトヘルム、ライトヘルム、ライト。何個あるんや。動詞のローブももういらないか。リジットレザー、それなりに高く売れるな。あ、ブルーエルフ。射突攻撃と雷に弱い。一応持っとこう。耐熱手袋とか言って。清さめちゃくちゃ下がるやん。妊婦。レザーブーツ。あ、レザーブーツ持っとこう。で、牙なんて1個あればいいっしょ、正直。翼も1個あればいいからな。骨。ライフ攻撃に耐性か。邪眼の魔除け。いらない。純金すごいな。売ろう。ここら辺一応取っとこう。グラマーリングは、まあでもラバーソウル。雷にとても強い。でツバイか。オッケー。14000円。うん、これでまあいいでしょ、とりあえず。という感じして、まあなんか1回につき1個しかちょっとイベントが進まなくなっちゃったけど、まあでも時間的には30分で1個ずつ進んでいくような流れですね。あと何があったっけ。バッソハルバードか。いやー35か。あ、岸立てよくない。あ、岸立てでもあれか。14か。でも3つ回避できんのか。ちょっと待ってね。バックラーをスマートガードにして、いやターゲットにしよう。え、だって15でしょ。ターゲットにして、でここをスマートガードにするけど、でもそうするとあれだよね、結局両手体験使うと盾が発動しないからね。まあいいや。あ、ちょっとここ、あ、ミルザブラもあったからいないのか、パブには。シェリルイベントもちょっと進めたい気がするけど、3個くらいは1回につき進めたい気がするな。1周で確か、でも5個くらいまで進められるんだよね。
まあ、ちょっとパブ巡りも少し、まあ、やろうかなとは思います、というところで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。